MR20 でマラ8で M4R2MR190DDT 日産 MR エンジンとは日産自動車及びルノーの直列4、気筒ガソリンエンジンの系列である。排気量1.8リットルの MR18 では q g 1 8で2.0リットルの MR20 では q r 2 0での後継エンジンである。二千五年に一月 C11 型 T だ及びティーダラティオの マイナーチェンジと同時に MR18 でが登場。同年11月、フルモデルチェンジした Y12 型ウィングロードに搭載。2006年12月には、派生車種の AD エキスパートにも搭載された。一方、MR20 では2004年12月のラフェスタの発売時に登場。翌年5月には C25 型セレナ、12月には G11 型ブルー、その後、 2007年発売のデュアリス、キャッシカイに搭載。同年8月、フルモデルチェンジした2代目エクストレールにも搭載された。なおこのエンジンは、大韓民国のルノーサムスに SM5 並びに、その輸出版、ルノーラティテュード等にも、M4R という形式で搭載されている。2010年には、ターボチャージャー搭載のガソリン直噴エンジンである、排気量1.6リットルの MR16、 DDT を発表し、19に搭載され、後に SM5 に MR190DDT、ルノー・ルーテシアルノースポールに M5M の形式名で搭載された。また、同年11月発売の4代目セレナには、MR20 でを直噴化した MR20DD を新たに搭載している。2012年には、排気量1.8リットルのマル8でが登場。 MR18 でとは異なり、工程の方が長い。ルノー、ルノーサムスンでの故障は、MR190DDT、または M5M となる。2.5リットル相当の出力と1.8リットル並みの燃費を目標に開発されたエンジン。コンセプトとしては、ダウンサイジングエンジンではあるが、国内では、排気量相応の車両のみに搭載されたため、 ダウンサイジングエンジンとして扱われることは少ない。2014年の19のマイナーチェンジでは、各種改良のほか、直噴ガソリン車としては、世界初となる、ロープレッシャークールド EGR が採用された。搭載車種、編集搭載車種、編集 MR18 でをベースにしているが、ロングストローク化して、排気量が 1cc 増えたため、車内命名規則に則り、1が A となった。 搭載車種、編集、ルノー、ルノーサムスンでは、M4R、鈴木では、MR20 と称する。搭載車種、編集、ルノー、ルノーサムスンでは、M5R、鈴木では、MR20 型と称する。搭載車種、編集、ありがとうございます。